様こんにちは。デザインクラス函館のクラマです。本日はレディースアイテムのイタリアのマーロンフィレンツェというブランドのバッグをご紹介いたします。よろしくお願いいたします。今回ご紹介いたしますマーロンフィレンツェはイタリアの職人の方が一つ一つハンドメイドで仕上げられた特別なお品となっております。マーロンフィレンツェのバッグのお素材の特徴なんですが、すごく柔らかでありながら丈夫なのがすごく喜ばれているポイントとなります。リバーシブルバッグとなっております。まず表面はスウェード生地となっておりまして、柔らかいマーロンフィレンツェのこのままくるっとひっくり返しますと、中がボアの柄が出てまいります。全然また印象の違うリバーシブルバッグですので、すごくいろんなアウターに合わせてお使いいただけそうです。こちらのリバーシブルバッグなんですけれども、さらに嬉しいポイントがございます。このボア生地と同じお素材のポーチがついてまいります。レザーのマーロンのタグもついておりまして、これはこれでまた可愛いんですが、こちらにさらにレザーのショルダー、斜め掛けできるぐらいの長さのあるショルダーがセットになっておりますので、こちらのミニポーチにつけていただいてお使いいただくこともできますし、大きい方につけていただいて、こちらはインポーチとして中に入れてお使いいただくこともできます。様々な使い方ができるこちらの今回のリバーシブルバッグ、お色も3色ありますのでご紹介いたします。はい、まずはじめにご紹介いたしましたこちらのキャメルとグレージュとブラックの3色でご用意しております。いかがでしたでしょうか。今回はイタリアハンドメイドブランドのマーロンフィレンツェよりリバーシブルトートバッグご紹介いたしました。両面お使いいただけるのと、素材感も変わり、ショルダーの使い方で印象も変えてお使いいただけますので、ちょうど冬らしいお素材でもありますし、コーディネートのアクセントにいかがでしょうか。ぜひ店頭にてお試しください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。